マリア・シェスティッチ、ヘルシンキで行われた2007年大会にて、エルビル・ラコビッチ、ベオグラードで行われた2008年大会にて、ボスニア・ヘルゼゴビナのユーロビジョンソングコンテストでは、ボスニア・ヘルゼゴビナにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。ボスニア・ヘルゼゴビナは、1993年大会で、初めてユーロビジョンに参加し、 過去の大会での低得点により出場できなかった1998年大会と2000年大会を除いて2012年まで毎年参加を続けていた。その後、2013年大会2015年大会は欠場し、2016年大会には復帰したものの、初めて決勝進出を逃し、2017年大会から2020年大会まで欠場している。 2021年大会までの時点で、ボスニア・ヘルツェゴビナのこれまでの最高順位は、2006年大会で、ハリマト・ハリのレイラで3位であった。ボスニア・ヘルツェゴビナは1961年大会から1991年大会まで、ユーゴスラビア連邦の一部として、ユーロビジョンに参加していた。1992年、 ボスニア・ヘルツェゴビナのアーティストたちは1992年大会のユーゴスラビア国内選考に参加したが、ボスニア・ヘルツェゴビナはこの年にユーゴスラビア連邦から独立した。ボスニア・ヘルツェゴビナから高得点が送られた国々、ボスニア・ヘルツェゴビナに高得点を送った国々、得点の合計は決勝の時のもののみであり、準決勝のものは含まない。ありがとうございます。